Hi everyone, this is Demon Must Die, and we're back with more Digimon Survive. Chapter 1 and the Chapter 0, I'll call it, is up on YouTube. Oh, forgot to mute myself. Is up on YouTube. You all watch that back in your own time. That is fine. Will I be jumping on to Chapter 2? And I have looked at some reviews for this, and my honest opinion is it is a good story driven game. If you're looking for a more action packed, I probably would say Digimon Cyber Sleuth, if I can actually say the words. That's more, I'd say, combat related. This is more story driven, but still a good game. Yeah, so there's different reviews. My opinion is, if you like Digimon and you want something more relating to the anime, this is a good game to pick up. So, let's begin. The other thing you will notice, I do not have a camera because I haven't got one for the Xbox. However, if I do upgrade at some point, I will get a camera. Also, the other thing is, I'm still a rookie when it comes to this type of stuff, so if you are a streamer and you can give some points and tips, please leave them as a whisper. If you're not a Twitch streamer and you just want to watch someone play through a game, please go ahead. If you want to comment in the chat. Please, no bad language. This is still classed as an 18 rated stream, so please, people who are not 18 rated, please do not watch my streams. I do not want any complaints from parents. As anything else, I think that's it, so let's get back into the game. どうなってるの？もう何時間も歩いてるのに。教授、まさかとは思いますが、僕たちはひょっとして。そのまさかかもしれないな。この神社には何度も来てるはずなのに、行けども見た覚えのない子たちに、この植物葬はどうしたことだ。なんかそこら中もやがかかってるし、進んでも同じとこ回ってる感じ。そんな、子供の足でも小一時間かからない小さい山の中ですよ。まさかこんなところで私たち遭難しちゃったの？嘘。普通ならば考えられない話だ。だが我々はつい先ほどまで気を失っていたからな。確かにこんなところで遭難などありえない。ありえないことが起きたなら原因も必ずある。じゃあ一体何が？これはあくまで推測だが、例えば我々が何らかの有毒ガスを吸ったとしたなら？怖い。それが原因で方向感覚が狂うことも十分にあり得るし、遭難の一因であっても不思議ではないだろう。私が気づいた時は季節外れの彼岸花の咲き乱れる子たちの中に一人立っていた。そこで君たちの声を聞いて駆けつけたのだが、私と会うまでの記憶を君たちは持っているかね？確かにちょっと記憶も曖昧ですし、周囲は妙な霧に包まれてますが、でもどうして？さて、その原因を探り、ヒントをつかみ、検証し、論証を重ねて解を得るのもまた学級の一つかな。引率の先生じゃないんだからさ、今はお勉強はいいよ。お家に帰りたい。帰還できてもキャンプの宿泊所だし、自宅はまだずっと先だろ。
へりくつ言わないで。もうやだ、足が棒になっちゃったよ。今はそんな弱音を吐いてる場合じゃないだろう。帰りたいなら自分の足で歩くしかないんだ。そんなの当たり前だし、別におぶってくれなんて言ってないから。まあまあ、無駄な争いは体力を消耗するだけだからね。なんだったらサキ君は私がおぶっても構わない。いいですよ、そんなの。当たり前だ。教授に気を使わせるようなことを言うんじゃない。教授も彼女をそんな甘やかさないでください。君も年長者なら頭ごなしに叱るのではなく、彼女を導いてやってはどうかね。とにかく今ここにいるのは我々三人だけなんだ。お互いで助け合わないとな。それはそうですけど。葵ちゃんたちどうしてるんだろう。さっきまで一緒だったミュウちゃんって子も。何今の。この辺りならさすがにクマじゃないでしょうし、猿かイノシシでもいるんですかね。どうだろう、警戒は怠らないようにしないとね。これって生き物なんだと。あなたたちって。教授、こんな生き物いるんですか。君はなんだ。そんな、まさか。あ、これってもしかして伝承にあった例のその獣神ってやつ。嘘。まさか実在したんですか。そんな、ありえない。そんな。 Actually, they're Digimon. そんな、本当に。あのね、もしもし、獣神さん。こら、不用意に近づくんじゃない。だって神様ならもしかしたら言葉も通じるかなって。Okay. なんだ。まずい、危険なやつかもしれない。うわ、こっち来た。いやだ、あっち行って。私たちこいつに追われてたの。凶暴なやつよ。いかん、サキ君、危ない。教授。 The professor took an eight. そんな、教授。嘘でしょ、私をかばって。早く教授を助けないと。怪物どもが教授に群がって来るんじゃない。私に構わず君たちは早く逃げなさい。でもこのままじゃ危ないよ。お願いだ、シュージ君。さあ。教授。シュージ。早く逃げなきゃ。行くぞ、サキ君。いいから逃げるんだ、さあ。そんな。それでいい。大人の私が子供たちを守れないでどうする。シュージ君、あとは頼んだぞ。待ってよ、シュージさん。教授を置いていくなんて。私、教授の思いを無駄にするんじゃない。逃げるぞ。
って悪魔か。脅かさないでくれよ。タクマが起きたの見えたからついてきたんだ。タクマは何してたんだ？何ってことはないけど、ただ昨日は大変な一日だったなって思ってたんだ。僕たちは課外キャンプに来ただけなのに、いきなり岩みたいな化け物に襲われて。ゴツモンだ。そう、ゴツモンに襲われて、なんとか逃げたと思ったら、校舎はでかい蜘蛛の化け物のアジトになってて。毒蜘蛛だな。次から次へとわけのわからないことばかりで、頭がついていかなかったよ。そう？タクマは頑張ってたと思うぞ。必死だっただけだよ。さらわれた仲間を助けられたのは春の協力があったからだし。みんなびっくりしてたな。お化けじゃなかったのに。あれはしょうがないだろう。二人と会った時は僕だって驚いたよ。昨日は結局疲れてすぐ寝ちゃったけど、考えなきゃいけないことはたくさんあるよな。考えなきゃいけないことってなんだ？まずはみんなの安全を確保しなきゃいけないよな。毒蜘蛛みたいな相手がいつ出てくるかわからないし。そうだな。ああいう危ないやつは他にもいるぞ。とにかく安心して休める場所が必要なんだ。この校舎を拠点にできればいいんだけど、あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると、食料とかお風呂とか寝る場所とか。たくま大丈夫か？やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。みんあーそしゃおはよう、ミノル。ああ、おはよう、タンクマ。やっぱ、夢じゃなかったんだな。そうだな。あんなことがあって、よく眠れたよな、俺たち。まあ、昨日はいろいろあったしな。はあ、すげえな。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな僕たち。僕もだよ。俺もな。ああ、本当夢じゃないんだ。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、はよう。おはよう、葵さん。昨日はよく眠れた？ええ、まだ少し疲れているけれど、頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、涼先輩、お寝坊ですね。うっせえよ、あんな状況で寝れっか。お前らはグースか寝やがって、おかしいんじゃねえのか？まあ、涼先輩は、ずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと？とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン9だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえとな。葵先輩、涼先輩、どうぞ。
こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。私はどうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの引率なんてする気もねえし器じゃねえ。知らねえよ。うん、まあそうだよね。じゃあ葵さんは？ごめんなさい、私も頼りにされるほどしっかりはしてないわ。真面目なのに？それとこれとは別でしょ。そんなことないって、葵は優しいし真面目だし頼りになるって。だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの？子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろ。行方不明なのは俺たち以外の全人類じゃねえのか。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ、見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる、人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに、行方不明のガキなんて構ってられない、すっげえ天変地異が起きてるとか。やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ、俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ、異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな、このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて古びた感じだぜ。なあ、一体何が起こってるんだろうな。すっげえワクワクしねえか。しないわ、とても不安よ。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら、言っちゃなんだけどファルコモンたちもだぜ。俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるでわからない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよらしいな。そして何より、ここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃないぞ。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明してくれよ。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで、一番賢そうなファルコモンの出番だぜ。うむ、俺か。そうね、お願い、私やアグモンじゃ無理かも。心得た。さて、どうしたものかな。我々もまた我々の存在に疑問を持ったことがない。ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだろう。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは
人間だけじゃなく建物ごと迷い込んだ？だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない？構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように思うわ。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって？さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞なのか。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な力や姿を持つ。凄まじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者、何もできない者。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか？手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた我々の中ではおとぎ話のように伝わっていた。いや、実際に接触したのはこれが初めてだ。ただどこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ、我々に力をもたらせてくれるという話だ。あ？それって…先の毒蜘蛛との戦いでアグモンが見せたような、より強い姿に変化する者もいるとのこと。なんで急に姿が変わってそれで強くなったりするんだ？わかんない。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な変化が起こっているのかしら。優位的な選択変化、すなわち進化ね。本能的にそれを一代で行えるなんてすごいわね。すごいんだ。意味は分かってないけど。うむ、俺たちにとってはそれが当たり前のことで疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるとも言う。あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明できるのはこれくらいだ。ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろってんだ。あの先輩の言う言葉気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かにどうしたものかしら。はあ、ん？おう、ハルたちも起きたみたいだ。え？ほら見ろよ、あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ、仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。うっせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコも。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。
おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよその態度。紳士だからだよ。ああ、おはよう。みゆきさんだっけ。昨日は幽霊と間違えてごめん。いい、気にしてないし。りょうは、あんなとこにまだビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーっつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしにあんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ゆうべはよく眠れたかしら。うん。そう。困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。うん、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん。みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで。お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って？ごめん、覚えてないんだ。そう、かわいそうに。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか。じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。ん？だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。いや、無理。絶対ダメ。やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの。うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まあ、あの霧、あの霧についてはわからないことだらけだし、とりあえず今は置いておこう。それでいいのかしら。何か対策を考えておかないと、それこそ危険じゃない。つっても何もわかんないんだし、対策の考えようもなくない。それはそうだけど、とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、
そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっち。あっち。あっちってどっち？あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく、他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ。もしかするとサキや修二さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社に祠、あそこにいたんだもんな。だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしてもそれは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も賛成だな。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え？教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たちは何もしてねえのにわけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたいやつだけ死ねばいい話だけどよ。It's survival instinct. You need food. And you need water. さっきはああ言ったけど、これからどうしようかな。そうだね。まあタクマの好きなところを見て回ろうよ。そうだな、行こうか。Okay, this...Thank you.
free battle first. We need to level up the Pokemon. Digimon. So, yeah, let's get the Digimon leveled up. Okay. Not that I use you. になろう。Wish that will stop. よし、oh, game... 俺が行こう。Change that. Let's just talk to one of them. Listen. Okay, he likes that answer. Okay, he likes that one. Okay. Let's see what it says. Okay. Okay, so we've got a new friend. I'm not worried about items until I'm getting low on items. Hold on. Talk. Comfort. Yeah. Let's boost his HP. Alright, so we boost his HP by talking to him. And where did I boost Pokemon? Okay. Oh, can I actually evolve? Oh, I can. Oh, save that for when we need to.
think he's... yeah, because it was completely amiss. Come on. There we go. Let's try using a stick. Okay, that was a lot. Let me see. Another digital. We've got more free battles, so I'm gonna do as many as possible. So I think this is the way we level up for other encounters later on. Oh, we've got Birdron now. See if I can convince a Bergeron to go on our side. Yes, I'll go. Well, let's try and do some talking to a Bergeron.
keep going off. No, doesn't like that. She likes that one. Oh, she likes that. Okay, so we're doing good so far. Oh, she doesn't want this. Oh, yeah. Shoot, almost had them. Now that. Alright, so one's left. Okay. Slightly annoying. Oop. Down. Come on. There we go. One. I'm just oh, three likes. That wasn't the one. So the answers are random. Okay, we'll play the phone bit again. Nope. And she disappears. It's still classed as a victory. Okay, so it, oh, I got a bandage as a growth stone. Alright, let's just check some of the other ones and come back to some free battles. I'm not gonna talk to these because I don't like this these type Digimon. They're not my favourite, so. Oh.
don't know if we can attack from here. What's going on? Yes, we can. Sweet. The assist. Baby flame. Missed. Damn it. Are you joking? Perfect shot. Oh, we got a team attack, so I take out one character. I'm not going to use evolution until it's absolutely necessary. Now I know what that does. I need to make sure the birds are on good side. Again. Come here. There we go. Takes a while to move those two. 俺が行こう。 Alright, move to there.
That's it. Team attack for the win. So didn't earn anything, but got more experience. Let's go back to the bar. よし、俺が行こう。I can't believe he did that to me. Still missed, damn it. よし、俺が行こう。私も手伝うわ。スクラッチスマッシュ。God, that was disgusting.
怪我を治してあげるね。よし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ。Oh, that missed. Oh.He just threw his poop at me. 私の番ね。僕の番だね。God, this guy. よし、俺が行こう。私の番ね。僕の番だね。よし、俺が行こう。
私の番ね。僕の番だね。Oh, no, that's wrong one. Baby Flame! What?持ってみせる。よし、俺が行こう。私の番ね。
が手伝おう。僕の番だね。ベビーフレッシュ。よし、俺が行こう。僕の番だね。よし、俺が行こう。スクラッシュスマッシュ。僕の番だね。You know what? Let's digivolve. I still worked out how to unlock the other ones, but I got one digivolve too. Hiranomon! I'm all about to attack this turn because he's too far away. よし、俺が行こう。スクラッシュスマッシュ。おお、
close to endgame. Oira no ban da ne. See what I can get into attack range. Oh, here we go. Fire! Figured out how to get the others to digivolve yet, so hopefully that will happen soon. Okay, so we've done one, so let's go back onto the story. Let's go to the classroom. Because I think we might have an encounter in a sec. Oops, got caught out there. Reaction, okay. Old school unlocked, okay.
I should play a game. Some downtime. Okay, so now I can do some random stuff. So I've still got 3 battles. And I've got the little school, so let's try that right, for a sec. Let's try that. Alright then, let's put on the camera. The oldest trick. Oh, can I move it? Anything glitches? No. No new glitches, okay. Before we speak to him, let's just check some out. So you can evolve. So this is where we can do that training. Evolution. We want. So okay. I think I've got an idea. Let's try it on this one. Go back to training. Size boots, target. We've got a couple of those, so let's try it on. Okay. Max HP. She's a healer, so we need her to have the highest HP out of all of them. Racist target SP attack. Right, I'm gonna give that to this one. So, Grim of Growth Stone. And the carrot. So that leaves one growth stone left. So that makes sense to give it to this one. It seemed to do not much. Do we have any equipment? Oh yes, we do. No. Stamina. So I gave the stamina on to him. Did I have two of those? No, that's a HP. Okay, so that's okay. Give you Godstone because we want you to stay on the field as long as possible because you're our typical our healer. Don't think there's anything there. Enhancements, choice, done that, skills. Yes, well done for that. That's our life. Still need to capture one of you. So there's quite a few. Let's go to the vote. So there's like 113 different types of Digimon in the game. So they could technically extend the story with some side stories and give us some more Digimon. Thank you.
That's the one. Let's just skip one. What's no? The one I get. Okay. What's check what you say. kind of makes sense. First place to check is the kitchen. Cafeteria.
notice if there's anything blurry in the room. I need to copy an item. Nothing. Okay. Oh, contact app. Oops. Go back there. Just gained an item. Okay, I'll have to check what that is later. Stamina stone, nice. That'll be useful. Thank you.
Something. Whoa, oh no. Oh, I'm not burning. になろう。行こう。To that one.俺が行こう。スクラッチスマッシュ。
よし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ。私の番ね。Oh, I've got a new ability. Let's use that on you. Just a little bit.僕の番だね。私も手伝うわ。ベビーフレーム。Oh, you bugger. Oh, double attack. So one misses, the other one gets him. Okay. And... Oh, you can't.I don't think he can jump.少しきついな。しっかりするんだ。僕の番だね。No, it's not there. We move up there. Damn it. Oh, I can see we'd hop over that way around. So I can get it. Yes! 俺が行こう! Oh, but then again. Good, okay. So,
punch you after the box and... 私の番ね。よし、俺が行こう。たっ。Okay, so that's a tough box. 私の番ね。Do some healing.手当てしてあげるわ。Hold on, I can... Okay. 僕の番だね。よし、俺が行こう。スクラッチスマッシュ。There we go. Okay, so it's a higher healing item. 私の番ね。
Oops. He's missing. Well, should have said the other one. Lost him. I think I always spoke to him about that. Gym.
still is. Keeping the left stick when it's the right stick I'm looking for. Oh, got something. Oh, okay. Let's see if he has. That's a good find. Keep pressing the wrong bloody button. Alright, so we've got to go back into the music room. It's okay, so we finally found out where the food's kept. これで探せるところは全部見たな。食料はあったのか？リノルのおかげで少しは見つかったけど、でももう他に探せるところなんて。みんなこっち来て、体育館。あ、なんだ、葵さん。この中から聞こえたよ。何かあったのかもしれない。すぐ行こう。いや、
葵さんの声が届いていない人もいるはずだ。みんなにも声をかけて行ってみよう。わかった。すごいわ。みんな、こっちに来て。これって、非常用備蓄食ってやつ？そうか。学校って被災地の避難場所だから、こういったものもあるところにはあるんだよな。よかった。これだけあれば、当分はなんとかなるわね。待てよ。こんなもん、本当に食べられんのか？こんなボロボロの校舎で賞味期限とかいつのだよ。あれ？どこにも書いてないわね。ほら見ろ。そんな怪しいもん、俺絶対食わねえかんな。確かに俺もちょっと。食いしん坊のミノルまで？そう言われると、私もちょっと手を出しにくいわね。だーれ。じゃあ、僕がいただきまーす。パク。うわ、アグマン？うん、おいしいよ。そりゃおめえは怪物だからよ。どれ、じゃあ俺も、な、こら、ミノル。ミノルくん？おい、大丈夫か？死ぬのは大丈夫かもしれない。僕も食べてみるよ。え、ちょっとたくまくん、やめなさい。そんなことしたらダメ。あたくまずるい。そんな、たくまくんまで。たくまくん、しっかりして。たくま、なんてな、大丈夫。やめてよ。あ、ふかさげてめえ、どうしたって。この野郎、やっていい冗談と時と場合ってもんが。バカなことやってんじゃないわよ。反省しろ。まあどうやら問題はないようだな。とりあえず当面、水と食料のライフラインだけは。でもさ、ここにあるだけの食料でどれだけ持つかわからないぜ。これだけあれば、私たちやラブラモンたちを入れても半年は持つわよ。半年って、正気かよ。この二日そこらで俺はもう限界だぞ。半年で済めばいいけどな。現状助けが来る様子すら一切ないんだぜ。あまり考えたくないけど、それもそうよね。人間の食べ物すっごくおいしいよ。そうなの？少し私にもちょうだい。俺はまあその、そこまで今日、まあミノルのためにも毒味はしておかねばな。毒味って、もう真っ先にミノルの方が食べたじゃない。ほら、あなたたちもそんなに食べ物を粗末にしないで。そうね、万一に備えて余裕があるときは他にも食料を探しておきましょう。うん、それに僕たちなら自分たちの食べ物は自分で探せるし。そうよ、それならこの食料だけで葵たちも1年は持つわ。1年、そんなに長いはしたくないわね。下手すりゃここに骨をうずめることになるかも。だからそういう話はよしてよ。さて、当面の水と食料の心配は、そうすると、やっぱ探検できる範囲までは探ってみる価値はあると思うぜ。非常食ってのは蛍光食でもあるんだ。数日がかりの移動や野営だってできるし。外にはまだ化け物がうようよいるんだぞ。
正気かてめえ。そうか。でももしかすると教授や先たちもいるかもしれないし。いるわけねえだろ。もしいたとしても俺たちが探す意味なんてあんのかよ。確かにいるかもしれないわ。でも可能性だけの話で危険を犯すことに賛成できないわ。ねえ、ハル、どうしたんだ。そこの森でこんなもの見つけたんだけど。それって昨日会った教授の帽子じゃない。本当だ。どこかで見たことあると思ったら、ほら、やっぱりいたんじゃないか。そうと分かればみんなで探しに行こうぜ。おいおい、正気かよ。考えても見てくださいよ。あれから丸一日経ってるんですよ。水も食料もないんじゃ。あいつら、それもそうね。分かったわ。サキさんたちに万が一があってはいけないわ。おい、死にに行く気か。死なせはしないよ。そう、俺たちもついてる。葵、もし悪い奴が襲ってきても私たちがいるから大丈夫よ。そうね、ありがとう。じゃあみゆきとハルは危険だから置いてくけど、行くのは俺とタクマと葵さんで。待てよ、俺だけこのガキどもと留守番か。またあの雲の化け物みたいなのがここを襲ってきたらどうすんだよ。こんな芋虫だけじゃどうにもならねえよ。芋虫じゃないよ、クネモン。キュー。それにクネモンは結構やれるやつなんだ。知らねえよ。くそ。安全な場所なんてどこにもないぞ、リョウ。森には見たこともない敵がいるかもしれない。ここだってまた襲われるかもしれない。生き残りたかったら自分で考えるしかないんだ。だよ、偉そうに。分かったよ、ここにいるよりはマシだ。俺も行くよ。リョウ先輩は籠城するんじゃなかったっけ。残ってていいんですよ。うるせえな。いいだろ、協力してやるっつってんだ。それ協力するって態度とは違うんじゃねえかな。ミノル君、そのくらいにしなさい。リョウ君は先輩なのよ。はーい、ごめんなさーい。リョウはああ言ってるけど、外より校舎の中に隠れてる方が安全だよな。僕もそう思う。そうだな。もしもって時はあの食料庫の中にでも隠れてるよ。大丈夫だよ、心配いらないから。じゃあみゆきも春をしっかり見守っててね。逆。ん？むしろ春がみゆきを守ってくれるってことか。行ってらっしゃい。うん。それじゃあ手分けして探そうぜ。ああ、バカ言うなよ。何が出てくるかわからねえんだぞ。一人でいるところに出くわしたら、それこそ終わりじゃねえか。そうね、バラバラになるのは危ないわ。
That's a good one too. だったら、二人ずつに分かれて探すのはどう？それがいい。そうしようぜ。そしたらリョウと組んだやつが外れってことじゃん。こら、ミノルくん、そんなこと言ったらダメでしょ。この付近に同胞の気配は感じないから、大丈夫だろう。うん、かすかに匂いが残ってるけど、多分大丈夫よ。それに、何かあっても僕たちがみんなを守るよ。冗談じゃねえ。お前らと違ってこの虫は話もできねえんだぞ。森に入ろうもんならすぐ住処に帰っちまうだろうよ。クネモンはそんなことしないよ。そうだよ、きっとリョウを守ってくれるさ。うるせえ。とにかく俺は森の方には行かねえぞ。俺はこの辺を探しといてやる。いいか、何かあったらすぐ来いよ。リョウは放っておいて、先行こうぜ。Right, I'm not gonna move off the screen, but what I am gonna do is just grab something to eat, because it's getting late. So, be right back. Right, dinner's on, so let's do some battling.
definitely say it's easier with a stick to when it comes to placing the counters. よし、俺が行こう。よし、俺が行こう。Should be able to move you now there. And due to your tap range. Baby よし、俺が行こう。
だね。Always check more than once because you never know. That is a lot of reading. Thank you.
first. Let's see if... Okay, so there's no disturbance. Yeah, oh, he likes that. It pulled me out, so... この辺りにもいないみたいだな。教授たちは一体どこに行ったんだろうな。タクマは何か見つけたか？いや、特には。そっか。俺はもう少し奥の方を探してみるよ。私はもう一度校舎の周りを見てみようかしら。もしかしたら入れ違いになってるかもしれないし。それに、みゆきちゃんとハル君の様子も気になるから。俺はお前の後ろをついていく。電波もつながらない状況ではぐれたらやべえからな。だから早く先に行けよな。みんな本当にここにいるのかな。おいおい、今さらそこ疑うのかよ。だってこれだけ探しても見つからないんだし。教授の帽子を見たでしょ。あれだけがこの世界に来たなんてことあるかしら。ないとは言い切れないと思うけどな。わかんなくなっちゃった。しっかりしてくれよタクマ。お前がブレちまったら収拾つかないだろう。今はとにかくあいつらの行方を探そうぜ。ごめんそうだよな。ん？どうしたんだラブラモン。この辺りに獣の匂いがするのよ。ただ正確な位置まではつかめないわ。敵が潜んでいるっていうの？まだ敵か味方かはわからないわ。でもこの匂いの主かなり強い。この辺りに何かいた痕跡があるな。痕跡？そんなのどこにもねえぞ。カメラで見ると何か映り込むかも。タクマ見てみてくれよ。うわっ！なんだこれ！すごい数の獣の足跡だ。
表示が危ない。痕跡はこの奥に向かっているようだな。祠の方だ。おい、タクマ、祠の中から何か声がするぞ。怪物かもしれないな。注意しながら近づいてみよう。おい、まさかこの中に入るのか。食い殺されちまうよ。もしサキさんたちがいるなら助けないと。行きましょう。おう、こっちだ、ついてきて。教授、無事だったんだ。いや、どう見ても無事とは言えねえだろ。これ何があったのかしら。教授、あんなにボロボロになって倒れてるなんて。おい、あれ、周りになんか嫌がるぞ。本当だ、教授の周りに何かいる。敵か？今こっち見られたぞ。ごめん、今僕が大きな声出したから。いや、どっちにしても最初から見つかってるぜ。問題はこいつらが悪者なのかいいもんなのか、ファルコモンやアグモンみたいに会話ができるやつか、そうでないやつか。こいつらはどうなんだ。おい、どうだ、この人間のジジイ、まだ息あるか。どうだかな。どうでもいいだろう。それよりファングモン様になんて報告を。おい、喋ってる、話せそうだぜ。一人で行く気か？危険すぎる。僕も一緒に行くよ。大勢で行ったら警戒されちまう。それに相手があいつらだけとも限らないし。ま、いざとなったら助けに入ってくれよ。んじゃ、ハロー、君たち。うん？うぜえな。消えろ、クソガキ。こいつら口も態度も悪いぞ。俺はその君たちとお友達になりたくて。いくら口の達者なミノル君でも彼らと交渉なんてできるのかしら。タクマ、まずいよ。あいつらにはきっと通じないよ。とにかく、こんなジジイはどうでもいい。そうだな、どこに行った。いや、待てよ、ガキならこっちにもいるぞ。これまで相手にしていなかったのに、こいつら一斉にミノルを睨んだ。よーし、じゃあこいつをとっ捕まえて。とりあえず動けないよう痛めつけとくか。おい、こいつらじりじりと近づいてくるぞ。なんだ、出口の方にもいるのか。気をつけろ、その声のモンスターは姿が見えない、危険なやつだ。見えないって、そんなやつどうすりゃいいんだよ。よそ見するとは、いい度胸だな。おい、ミノル、前だ。貴様ら、
ミノルに手を出すな。ファルコも。ねえ、なんだてめえ。ミノル、さあ逃げて。この野郎、人間のガキに味方する気か。大方人間の力を独り占めするつもりだろ。そうはいくか、くらえ。ファルコモン。まずい、ミノルをかばってファルコモンが攻撃を食らった。なんのこれしき。やばいぞ、こいつらやる気だ。行くぞ、アグモン。おう。こんな絶体絶命の状況だもの、私もラブラモンと一緒に戦うわ。ええ、やってやりましょう。 There we go. Here we go for another battle. Let's see how well we can do. くっ、アグモンたちだけに戦わせるわけにはいかない。ダメだ、ファルコモン。そんな怪我をしているのに戦ったりしたら。なんのこれしき。ミノルに手を出させてなるものか。ファルコモン、ごめん、ごめんよ。俺が軽率なことをしたばっかりに。怪我を負うようなことになったのは俺のせいなのに。ファルコモンは俺を責めるどころか、怪我をしているのに俺を守ろうと。怖い。できることなら逃げ出したい。下を向くな、ミノル。本来のミノルはそんな臆病じゃない。ファルコモン、さあやるぞ。この俺が相手だ。まだ来る気か、てめえ。危ない、ファルコモン。おう、ミノル、俺の前に出るとは。ファルコモンを守らなきゃって思ったら勝手に体が動いちまった。いって俺には誰かを守る力なんてないくせにな。情けねえの。情けねえな。情けないものか。ミノルの強さも優しさも俺は知っている。大丈夫だ。その心意気があるのなら、悔しいと思えるならば、強くありたいという気持ちがあれば、ミノルはきっと強くなれる。ファルコモン、強くありたいと願うその気持ち、受け取った。 Here we go. 守ろうとしてくれたその心、俺は嬉しい。ぐわー。 Falcomon Digivolves 2。Okay, this is not one I know of. Oh, but I like it. Oh, sweet. Diatorimon! Who? Nanda, これは Diatorimon? Okay. だが、悪くない。Falcomon? Minoru の力が俺の力となる。だからこれはミノルの力でもある。へあ、すげえ。いざ参るぞ。 So I've got another evolution lock unlocked. Oh boy.
Okay, we need a level 21. We gotta keep the professor safe. Okay. Be alright back, I just gotta check on my food. ここは俺が行く。私の番だね。 Oh, they're moving. Okay, I'm... ここは俺が行く。 Our best bet is to... That guy, so we can get...
いらの番だね。私の番ね。私の番だね。What the fuck? What are you doing? ここは俺が行く。デストラクション。I take that care of you. オイラの番だね。私の番ね。私の番だね。ここは俺が行く。デストラクション。オイラの番だね。Two back there.
私も手伝うわ。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。私の番だね。ここは俺が行く。オイラの番だね。私の番だね。ここは俺が行く。ストラクション There we go. オイラの番だね。私の番だね。ここは俺が行く。
ストラクション。オイラの番だね。何者だ。俺を捕らえると、oh, そこそこ勘のいい奴がいるみたいだな。まあいい、先にあの二人を始末してやるか。助かったのか。見逃されたって感じだけどな。すごい怖そうなやつだったね。あんなの余裕よ。それより教授は。そうだ、教授は無事か。怪我はしてるけど大した傷じゃない。どこか安全な場所に運ぼう。So now we've got another. We've got Falcon now that can digivolve. That's good. I just gotta figure out how to get the non-tamer ones to digivolve. And we've got some good stuff there, so I'll check into that.ここまで来ればひとまず安心かな。教授。Before we continue, I'm gonna search out my food. Be right back.
傷はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたよ。君たちの治療のおかげだ。ありがとう。どういたしまして。ま、救急箱持ってた葵さんのお手柄だけどね。たまたま持ってただけよ。しかし、ここは一体何なんだ？あの神社とも違うようだが。それを聞きたいのは僕たちもなんですが。とにかく水も食べ物もあります。敵もアグモンたちが追い払ったし、もう大丈夫です。アグモン？僕のことだよ。あ、大丈夫です。アグモンはそのさっきの連中と違っていいやつなんです。そう、僕は人間の敵じゃないからね。もちろん俺もです。私もキュッキュッ。そうか。ちょっとその頭の中を整理する時間が欲しいが。ようやく落ち着いた。やはりそうなのか。やはり獣神はやはり実在したということか。夢ではなかったのか。いや、まだ早合点はいかんな。確かな検証を重ねなければ。いっそ夢ならよかったのによ、この悪夢が。でも大丈夫だよ、こいつらみんな味方だし。私もいろいろあったからな。まだ頭の中にもやがかかっているようだ。何かを思い出したような、いや思い出せないような、脳に霧がかかっているような感覚。霧？あのガスか。霧？そう、あれって危険なんだ。教授さん、近づいちゃダメだよ。そうか、やはりあれが精神に何か影響を及ぼしているのか。君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いていない点もその影響かもしれないな。俺はそうでもねえし。さあ教授、お水をどうぞ。しばらく休んだら校舎に行きましょう。私たちが拠点にしている場所です。そうか、ありがとう。校舎？そうか、君たちが。いけない。え、どうかしましたか？これが夢ではなかったのなら、そうだ、あの子たちは無事にあの怪物から逃げ切れたのだろうか。こうしてはおられん。サキ君とシュウジ君を助けねば。教授、しっかり。大丈夫？無理をするな。動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、サキ君とシュウジ君ってあの二人の居場所を知ってるんですか？今はどこにいるのかまでは、最後に見た場所までなら案内はできると思うが。教授もこんなボロボロのフラフラだし、そう遠くじゃないはずだぜ。よし、みんなして二人を探そう。俺は反対だぜ。ですよね。じゃあここでお留守番を頼むよ。だから俺一人置いていく気かよ。ちっ、わかったよ、クソ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ、二人とも。Right guys, I'm gonna leave it here. Simple full effect is my dinner's gone cold, and I've done this for over 3 hours now, so that's my limit for today. So let's send you over to one of, well, a friend of mine. Let's see.
trying to remember the things now. Raid. That's the word I was looking for. Sorry, my brain went. Raid. Let's see. Tell you what, I'll trade our old friend of mine at. Hopefully I've done this right. Here we go. Yeah, so if you're watching this on YouTube, drop a like and follow, subscribe. If you're watching this on Twitch, please drop a follow, and I hope to see you on the next video, if I can get my word. As always, this is Demon Must Die, signing out. Bye. Thank you.